ごきげんようです。本日は、MAX 谷川403号に乗車、連結を見たいので、これから高崎に向かいます。発車を待つこの壁のような巨体、下から見上げると、大迫力だし、2階から見下ろす景色も最高だよな。清掃が終わり、指定した16号車に乗り込みます。乗車する16号車は貸し切り状態でした。2階席からの高い目線から、見晴らしの良い車窓を楽しんでいきます。今回も、一番前の座席を押さえたぜ。空いているこの列車では、リクライニングを大きく倒し、フットレストとオットマンを使うと、まるで寝転ぶような体勢でくつろげるからな。8時4分、列車は東京駅を発車しました。これから高崎まで、1時間足らずの旅です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上越新幹線 MAX 谷川号越後湯沢行きです。次は上野に停まります。Ladies and gentlemen, welcome on board the 上越新幹線。This is a MAX 谷川 Super Express bound for 越後湯沢。The next stop will be 上野。列車は各駅に停車していきます。ただいま、秋葉原付近を通過し、トンネルに入っていきます。まもなく、最初の停車駅、上野です。東北新幹線は日暮里で地上に出ました。ここからは、2階席の高い車窓が威力を発揮します。間もなくしますと、列車は高架に上がり、高い防音壁が続く区間へと入ります。東京新幹線車両センターもこの通り、田端運転所に停まる機関車やレール運搬車はもちろん、その向こうの、オブ車両センターまで見渡せるな。他の新幹線の屋根が、ちょうど目線の高さということで、目線の違いがよくわかるんだぜ。この頃はちょうど、運用を外れた185系が誘致されていました。私たちも、特急踊り子でよくお世話になりましたね。赤羽までは東北本線と並び、赤羽大トンネルを抜けると、今度は埼京線と並走します。大宮までの最高速度は時速130キロに抑えられており、タイミングが合えば、埼京線の車両を追い越していく光景が見られます。高い車窓というのは、優越感があるよな。高所興奮症にはたまらないぜ。列車は荒川を渡ります。住宅地が広がる埼玉県側は視界が開け、より遠くまで車窓を見渡せます。大宮までは、多くの種類の新幹線が見られるのも魅力だよな。今のうちにたくさん、屋根を楽しんでおきましょう。まもなく大宮です。停車の際、揺れることがあります。階段付近にお立ちのお客様は、お近くの手すりにおつかまりください。大宮の次は、熊谷に停まります。MAX の放送といえば、階段を歩く時の注意放送が特徴でした。列車の中で階段を上り下りするのは、限られた車両だけです。
列車は大宮に停車。ここは鉄道のジャンクションで、上越新幹線の起点でもあるぜ。ホーム屋根の柱は、路線ごとのラインが入っています。上越新幹線は、時のピンク色ですね。本日も上越新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はマックス谷川号越後湯沢行きです。次は熊谷に停まります。大宮を発車するといよいよ新幹線らしい高速走行を始めます。撮影当時の上越新幹線の最高速度は時速240キロでしたが、今は275キロに引き上げられました。ニューシャトルの湘南駅を過ぎると、並んで走っていた東北新幹線と分岐、上越新幹線は進路を北西に取るぜ。しばらく走ると、住宅地を外れ、緑が増えてきました。防音壁には、高速で走る列車の姿が映ります。この防音壁の高さをクリアできる車窓も、マックスの2階席ならではだぜ。車窓は、すっかり郊外の風景になってきました。広大な関東平野には、住宅地、工場、畑といったのどかな風景が続きます。夏の高い雲に、田畑の鮮やかな緑が目に優しいぜ。列車は熊谷、本庄早稲田と、各駅に停まっていきます。遠くから見ても、新幹線の停車駅の周りは栄えていることが、よくわかります。上越新幹線は、始発と終点を除く各駅に、通過線があることが特徴です。各駅で追い抜きができることはもちろん、輸送障害があった時も、列車を止めておけるので、豪雪にも負けない安定輸送が実現できています。通過線はスラブ軌道や、バラスト飛散防止のゴムが敷かれていて、雪が落下しても周りに害がないように考えられているんだな。列車は利根川の支流を何本も渡りますが、本流の方は一度も渡りません。並行するように走っているのに、意外なことですね。川に沿って町や工場、田畑があり、人が集まるところに列車が走る、流れというものは、基本的に同じものなのかもな。上信電鉄はお乗り換えです。降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。停車の際揺れることがあります。階段付近にお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。高崎の次は上毛高原に停まります。ご乗車ありがとうございました。まもなく高崎に到着いたします。お出口は左側です。列車は定刻で、目的地の高崎に到着です。結局16号車はずっと、貸し切り状態でした。空いているグリーン車を堪能できて、よかったぜ。
階建て16両編成の存在感は圧巻です。まさにそびえ立つという表現がふさわしい巨体には、短時間の乗車では物足りない魅力がいっぱいです。さて、せっかく来たのですから、高崎の街を少し観光していきます。まずは、高崎城址公園。江戸時代に建てられた城の石垣、櫓や堀が残る高崎城址公園は、高崎駅から徒歩10分ほど、都会のオアシスといった存在で、春には約300本の桜が咲く名所としても知られています。続いては、高崎神社。高崎の町の鎮守の宮として建立され、主祭神は伊佐波の御事、縁結びの御利益があります。市役所の建物は立派だな。田舎だと言って馬鹿にする人が多いけど、私は綺麗な町だと思うぜ。駅に戻り、買い物を済ませると、帰りの時間が近づいてきました。そろそろホームへ上がります。帰りはお目当ての列車に乗車します。乗車しますのは、マックス時、マックス谷川316号、東京行き、新潟始発のマックス時と、高崎始発のマックス谷川が、ここ高崎で連結し、16両で東京に向かいます。先に、高崎始発のマックス谷川が到着、後ろに8両連結するので、ホームの東京寄りに停車します。座席に荷物を置いて、連結作業を見学しに行きます。ちなみに座席の方は、マックス谷川の方の7号車21番A 席を予約したぜ。谷川の方が空いているからな。マックス谷川編成は、連結機のカバーを開けてスタンバイ完了。マックス時編成の到着を待ちます。14番線に、11時36分発、マックス時316号、東京行きが2階建て8両編成で参ります。この電車は、熊谷、大宮、上野、終点東京に止まります。グリーン車は15号車16号車の2階です。自由席は9号車から12号車です。なお全車両禁煙です。新潟方面から連結相手のマックス時が到着。一旦停車し連結を行います。平日とは言ってもさすがに連結作業はギャラリーが多いな。ちょうど階段の横になっていて狭いので、邪魔にならないところから撮影します。マックス時が一旦停止、ここから係員さんの誘導に従って、ゆっくりと動きます。完了。マックス谷川、マックス時316号、東京行きは、まもなく発車だぜ。列車は高崎を発車しました。ちょうど北陸新幹線の0キロポストの横からスタートです。JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はマックス谷川号、マックス時号、東京行きです。次は熊谷に停まります。車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、デッキをご利用ください。お昼ご飯は、峠の釜飯。横川駅の名物駅弁で、益子焼きの釜が特徴です。容器の方は持ち帰って、自宅でもご飯を炊くことができます。うちは IH だから、残念ながら使えないぜ。
しっかりと味付けがされた釜飯は具沢山で、容器の重厚感と開ける時のワクワク感はもちろんながら、味も見た目も楽しめます。また階段をご通行の際には、次にお捕まりください。ご乗車ありがとうございます。この列車は、マンクスタニ川316号と、マンクストキ316号不動停止です。この先、止まりませんけど、到着時刻をご案内いたします。次は、熊谷に止まります。熊谷11時49分、大宮12時3分、上野12時22分、終点の東京には12時28分に到着いたします。車内のご案内をいたします。この列車は2階建て8両編成を2つ繋いだ16両編成で運転しております。先頭が1号車、一番後ろが16号車です。なお、8号車と9号車の間は連結部のため通り抜けはできませんのでご注意ください。自由席は1号車から4号車と9号車から12号車です。お手洗い洗面所は1両機にございます。普通号車にご乗車のお客様は後ろより、偶数号車にご乗車のお客様は前よりに進みいただきますとお近くです。車掌室は5号車と13号車にございます。業務のため不在の場合がありますので、あらかじめご了承ください。この列車は、マックス谷川の中でも、通過駅のある珍しい列車です。連結のある便は、乗車中の列車と、夜の348号の2便のみ、見ることが珍しい列車でもあります。谷川は通常、400番台の列車番号が割り当てられているけど、この列車は300番台だな。先ほど列車は、本庄早稲田を通過しました。駅を通過する谷川号は珍しく、マックストップと連結する列車だけでした。今の谷川は、すべての列車が各駅停車だぜ。高崎を出ると、次の停車駅は熊谷です。梅雨が明けた、日本一暑い街には、今日も強い日差しが降り注いでいます。冷房の効いた車内から眺める、上から見下ろすホームは楽しいものだぜ。左から、東北新幹線の線路が見えてきました。上越新幹線の上り線は、一旦高度を上げて、東北新幹線をまたぎます。Passengers changing to the Tohoku Shinkansen, the Keihin Tohoku Line, Utsunomiya Line.東北新幹線やまびこ翼137号、仙台と新庄行きは17番線から12時25分、やまびこ209号仙台行きは17番線から12時37分。鉄道博物館、大宮工場の脇を通り、列車は大宮駅高架ホームに到着です。鉄泊の窓に、この列車の姿が反射していたな。大宮を発車すると、カーブの大一貫を走っていきます。鉄道の線路にはカントがあり、新幹線はカントが大きく設定されていますが、2階の車窓から見ると、特に傾きが大きく感じます。カントというのは簡単に言うと、左右の線路の高さを変えて、遠心力を打ち消している作りのことだぜ。
列車は埼京線の脇を流すように走っていきます。性能に余裕があるのに加えてモーターの遠い2階席はとても静かです。最前列の座席と広い車内空間があれば長時間の乗車でも苦にならないだろうな。大きくカーブを描き、数時間ぶりの荒川を通過。列車は東京都に入ります。ビルの隙間から遠目に見えているのはスカイツリー。空気中の水分が多く霞んで見えますが、ひときわ高いタワーはよく目立ちます。マックスは超合成抜群で景色を見るのが楽しくなる新幹線だったな。まもなく上野です。山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はこの時間です。降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。停車の際揺れることがあります。階段付近にお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。上野の次は終点東京です。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Ueno. Passengers changing to the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Jōban Line. Please transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京に到着いたします。21番線到着、お出口は右側です。車内にお忘れ物なさいませんようお気をつけください。本日も上越新幹線をご利用いただきましてありがとうございました。 Thank you for traveling with us.12時28分、列車は終点東京駅に定刻で到着しました。快適な車内空間と車窓が楽しめてよかったです。お目当ての連結作業も見られたしな。実は、マックス時、マックス谷川の連結作業を見に行った日をお送りしました。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。